エアロジェット社の M-1 はこれまでに設計、製造された、最も巨大で強力な液体水素を燃料とする、ロケットエンジンである。M-1 の原型の水力は667万、N で800万ノルマルまで増強することを見込んでいた。M-1 は月へ向かったサターン V ロケットの一段の、動力を司かさイる回 -1 よりも、大きな水力を生み出す。 M-1 の歴史はアメリカ空軍による1950年代末から1960年代の打ち上げ要求に応えるための開発の名残である。1961年にこれらは発展され打ち上げシステムの設計に取り入れられた。打ち上げシステムは4つのロケットの設計の系統から構成され全て固体燃料、ロケットブースターと 液体燃料を動力とする上段で構成された。最も小型の形式は2機の直径100インチの固体燃料ロケットと A 液体燃料コアが使用され X-20 ダイナソアの打ち上げを意図していた。A ブースターロケットの動力としてエアロジェット社はタイタン2ミサイルに使用された LR-87 を液体水素で運転するように改造して製造した。 試作機は1958年から1960年に試験され成功した。100インチ固体燃料ロケットの初期調査も同様に、打ち上げシステムも同様に空軍のルネックス有人月着陸計画の打ち上げに対応するために複数のより大型の設計が想定された。ルネックスは単一の超大型宇宙船を月へ送り、着陸して帰還する。 直接着陸のミッションだった。そのため、その設計では低軌道へ12万5千ポンドのペイロードを打ち上げる超大型のロケットが必要とされた。これらの超大型打ち上げシステムの設計はより小型のダイナソアのロケットの基本概念を受け継ぐものだったが、より強力な直径180インチの固体燃料ロケットと B 型と C 型の液体燃料ロケットを使用した。 必要な出力を生み出すために、液体燃料弾は12機の J-2 ロケットエンジンを束ねた。複雑さを軽減するために、空軍は12機の J-2 を、わずか2機のより強力な液体水素を燃料とするエンジンに置き換えるためにエアロジェット車と共に研究を始めた。これらの当初の研究は、最終的に水力120万 LBF の M-1 として、具現化した。 1958年にアメリカ航空宇宙局が創設された当時同様につき着陸計画も始まった。空軍のルネックス計画のようにアポロ計画も当初は直接着陸の形態だったので低軌道に投入するために巨大なロケットを必要とした。当初 NASA は独自の巨大なロケット計画を 持っていなかったので陸軍のベルナー・フォン・ブラウンによるサターンロケットの開発を打診し、選択肢としてノバロケットとして知られる計画の調査が始まった。当初はペイロード打ち上げ能力はかなり限られており、4機の F-1 エンジンを使用するペイロードの重量が約5万ポンドのノバの設計は支持された。これらの設計は1959年1月27日に、 アイゼンハワー大統領に提案された。しかし、アポロ宇宙船における3人乗りの指令、機械船の重量の要求は、急速に増大して1万ポンドに設定された。1万ポンドの宇宙船を月に送るためには、低軌道に12万5000ポンドの打ち上げ能力が必要とされた。このために、ノバの設計は、最大発揮の F-1 エンジンとともに、上段により強力な M-1 が、 必要とされた。したがって短期間ではあるが M-1 は基本設計の段階において NASA と空軍の両方の月計画に採用された。1961年にケネディ大統領は月面に人を送り込むことを発表し簡単な議論の後に NASA が空軍に勝った。ノバは当時存在しなかった巨大な製造施設が必要で1970年までに 月面着陸するためにロケットの生産を開始できるか明確ではなかった。1962年に生産工程を再設計することによって既存のルイジアナ州、ミシュー組み立て工場で生産可能なフォン・ブラウンのサターンロケットの設計案を採用することが決定された。サターンが月計画に選ばれたことによりノバの作業はアポロ計画後に延期となった。設計は 有人惑星探査、すなわち火星有人着陸へと再設定された。アポロ計画で選ばれたような軽量の仕様の計画においても、火星計画では低軌道へ約100万ポンドのペイロードの打ち上げ能力が必要とされた。これにより、本質的には初期の設計とは無関係ではあるが同様に、ノバとして知られる第2シリーズの設計開発が始まった。 多くの新しい設計は M-1 を2段目のエンジンとして採用したが、積載物の要求は大幅に高まった。これらの目標に到達するために、M-1 計画の推力は当初の120万ポンドから150万ポンドに引き上げられ、設計者は意図的にターボポンプの容量を180万ポンドに対応できるようにして、さらに潜在的には200万ポンドまで見込んで、 増強した。さらには、複数の一段目の設計案で、回1や直径180インチの固体燃料ロケットの代わりに、M 1に置き換える案も出された。これらにより、被水力は大幅に減少し、それを補うために、様々な進展式ノーズルの設計が検討された。M 1の開発はこの時代も継続されたが、アポロ計画が拡大するにつれ NASA は、 サターン関連の開発を第一に完成するために、M-1 計画の予算削減を始めた。1965年には、NASA の同様のサターンの発展型の計画において、第二弾で RS2 に束ねて使用される5機の J-2 エンジンを1機の M-1、あるいは5機の J-2T、あるいは後のスペースシャトルの主エンジンの原型となる。 HG-3 として知られる高圧エンジンへの感想が調査された。1966年にはアポロ計画後、現在の予算の水準は維持されないことが明らかになった。ノバの設計は同年終了し M-1 も同様に終了した。最後の M-1 に関する契約の有効期限は1965年8月24日だったが、 試験は既存の予算で1966年8月まで継続された。J-2T の開発も同時期に終了した。HG-3 は製造されなかったが、その設計はスペースシャトルの主エンジンの原型になった。M-1 はガス発生器サイクルが採用され、一部の液体水素と 液体酸素を少年消失で燃焼して生じた高温ガスで推進剤供給ポンプを駆動する。M-1 の事例においては、水素と酸素のターボポンプは共通の駆動軸で駆動されるのではなく、完全に分離されていて、それぞれのタービンで駆動された。液体水素のポンプは 75000HP で、液体酸素のポンプは 27000HP で当時、 製造されたポンプで最も強力だった。M-1 ロケットエンジンのために設計されたターボポンプ大半のアメリカの設計では、ガス発生器サイクルのエンジンはタービンからの排気を放出する。M-1 の場合は排気は相対的に温度が低いので代わりにエンジンのスカートの下の部分の冷却管へ直接送られる。これにより冷却に必要とされる。 液体水素を高温の燃焼室や、ノズルやスカートの上部のみに限定することで、配管の複雑さをかなり減らすことができた。スカート内に入ったガスは、約下シ700度で、スカートの端の小さいノズルから排出される前に約1、下肢000度に加熱される。排気によって水力は 28000Lbf 増えた。エンジンは分割された、高圧容器内に貯蔵された。 ヘリウムガスによりポンプを駆動して始動される。これにより燃料が主エンジンとガス発生器へ流れ始める。主エンジンは発電機から燃焼室内への放電によって点火される。停止は単純にガス発生器への燃料の流れを止めることによってポンプが遅くなる。ターボポンプと他の構成要素を分離することで M-1 は製造と試験をそれぞれ独立して 行うことを意図していた。3年以上にわたる計画で、計8機の燃焼室と11機のガス発生機、4機の液体酸素ポンプと同様に4機の液体水素ポンプが製造され完成しつつあった。ありがとうございます。